さて、今日はですね、簡単に釣れる場所にやってきました。簡単に釣れるはずです。ライトゲームやね、アジメバル、そのあたりを、もう来たね、いいね、いいよ、なんだ、よいしょ、ガチャン、こんな感じで今日はやりたいなと思います。猫メタル。今回はですね、愛媛県の宇和島某所の方でですね、釣りをしたいなと思います。で、今回のタックルですね、3本用意してます。まずはですね、葵のライトゲームオフショアですね。もともと船用に開発したというか、オフショアの方から、ライトゲームをしようと思って作ったロッドなんですけども、まあバットが硬いんで、いろんな釣りに向いているので、今回も持ってきました。で、それとですね、あと2種類なんですけども、ハネエビのロッド、やっとちょっといい当たりのものができてきました。はい、7フィート2インチの、まあ、ハネエビ専用の、専用といいますか、ハネエビに適した、ロッドが出来上がったのと、もう一つはですね、こちらの方、これね、レベリングヘッド用と思って作ってるんですが、ちょっと硬いのね、ちょっと硬い。で、ただちょっと硬いんだけど、そのちょっと硬いところがすごく使い勝手が良くて、どうしようかなと思って今回、まあ、シェイクダウンも含め持ってきてます。はい、で、一つずつ言いますと、まずこの、まあ、今回の中ではヘビーなタックルと言いますか、ライトゲームオフショアですねには、旧イグジストの2500番で P の03、それからリーダーが大体、まあ、使うとしたら 1.2 号から 1.5 号、場合によっては 1.75 ぐらいまで使おうかなと思ってます。で、次に、ハネエビロッドね、ハネエビの方にはですね、P の02でリーダーが08から15ぐらいを使おうかなと思ってます。で、次このレベリングやね、レベリングの方はですね、P が015でリーダーが06から08で、リールはですね2000番台のイグジスト、そんな感じで、やってみたいなと思います。で、使うのはですね、メタルジグで、ハネエビ、それからレベリングヘッドとスパテラですね。で、シルキーシャッド時に入れていこうかなと思います。じゃあハネエビ 3g にハネエビワームね、で、ロッドもハネエビ、じゃあ行こう。ハネエビを使うコツは、まず最初の準備やね、ヘッドとワームの間をですね、瞬間接着剤で固定する。で、それはまあワーム持ちも良くなるし、で、なおかつ、その隙間にね、水が入るというか、水の渦ができちゃうといいアクションが生まれないので、そこの部分をですね、きっちり埋めたることによって、すごい横飛びの幅が稼げます。要は乱数流を起こしてしまうとちゃんと泳がない。ほら、新幹線の連結部がですね、渦を巻かないように囲われてるでしょ、ギリギリまで。あれと同じ原理やね。一回見てみてください、新幹線。さあ、5グラムだと楽だね。ロッドハネエビ買い、リールがイグジストの旧モデルやけど2000番台、2003で、ラインが P の02外科美人で、リーダーが08フロロ。さあ、ヤグラの中何が釣れるでしょうか。こういう時にやっぱり 5g のハネエビはいいね。ワームの大きさそのままで早い。よっしゃ、来た。これはガシラだかな、引きがね。よし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 、18センチガシラぐらいかなね。18センチガシラ、もうちょいちっちゃいか。ほら、あー、ないな、17センチ。もうだって赤いもんね。
ほら、深い。5g の限界。15m ぐらいあるのかな。15g ぐらい、15m ぐらいでも、まあ、はっきり動いてるのがわかるね、これね。さあ、羽エビね。今からの羽エビね、この 3g も、2g も、この金針に変わっていきます。太軸の金針ね。はい。今までのやつとは違って、この太い方に。今までこの黒いやつは細いんですよね。だからちょっとマシなやつが来ると針のされちゃったりしたんですけど、次からはそれがないと思います。で、この羽エビのこの黒い方も実はこの、まあ、ゲープの広さの割には太かったんですけど、太いというかやや太やったんですけど、さらに、太くしました。で、あんまり太くしすぎたらどうだろう、やっぱりね、スパッとかかるのが少なくなっちゃったり、向こう合わせっていうのがなかったりするんで、ここはやっぱこだわりがあって、このロングポイントね、返しから先までの距離が長くしてあるんですよ。だから太軸なんだけど、この先の角度はほぼ一緒。包丁で言うたら、出刃包丁にしたらあかんわけですよ。この鈍角にしたらね。柳刃包丁がそのまま長くなって太くなっていく、こうね。今までの針がこうやったとするでしょ。この角度は一緒で、そのまま太いところまで行ってこうなってんの。だから初期のかかりは、ほぼ変わらない、はい、力が加われば加わるほど、でかい魚の場合はね、自分の負荷で加わるんで、まあ刺さるであろうということで、そういう考え方してます。よし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 、ガシラやね。安定のガシラやな。来ました、ガッチャン。はい、君はいいね。いつでも相手してくれるんで、ちゃんと逃がしてあげるし。はい、レベリングヘッドに2インチ。レベリングヘッドのウエイトは 1.25、 ウエイトは 1.25 です。上がる。お、アジ、アジすぐ釣れるじゃん。マジっすか。落ちた。あ、落ちる落ちる落ちる。こんなに簡単に釣れるの？はい。よし。ああ、上におるんだ。ね。上におるんだね。ほら。小さくなった。おもろいぞ。あ、この辺からダメな。ほら。よし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 。あ、猟犬来た、猟犬、猟犬来たよ。おーろろ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 、来た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 で。よし、イエイ、20センチ超えました。はい、さて、夜のとばりがおりました。場所を変えました。で、今日のね、予報では今から風が強くなるんで、早よ釣っとかんとやばいかも。今使ってるのはレベリングヘッドにスパテラの 2.5 インチ。さあ、常夜灯回り、まずはこの明暗から。さあ、沈みました。よし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 。お、量計これ、あ、なんで？何今日？何よ？で、違う魚かもしかして。だってそんなバレることないで。今のもメバルコっぽかったもん。タもないけど。階段あるかな？あそこ階段あるね。よっしゃ、来た。これ何やろ、同じ魚種や。マジか。よいしょ、アメバルだ。青地、青地来たね。よっしゃ。あー、干したらこいつのでかいやつやわ。だけどこいつめっちゃ引くから、僕が持ってるよりサイズちっちゃいかもしれん。
これで20ぐらいでしょ。23 2ちょっといっときます。メバルの方が魚種的には僕好きなんで、多分ねカッコから言ってると思うね。ほらこんなことしたらちょっとこちょこちょするとこちょこちょ、ほらこちょこちょって、ほらやめてよみたいな、なんだよみたいな感じでね。はい、さあとこっちはどうですか。でもね棚が深いのね。よかったメバル釣れて。よっしゃ、よし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 、よう走る。ん？あ、これちゃうやつや。あ、メバルや。よいしょー、やったー、やったで。どう、やったー、やったやったやった、来た来たで。ちゃうやつやと思うぐらいに引くんだね、この青地は。どうですか、レベリングヘッド。太ジグ金針にしてよかったでしょ。もう早い行こう、早いやろう、早く撮ろう。はい、写真撮ろう。ここの返しの部分を確認して、それからリーダー確認して OK。 よし、行きます。このね光の明暗、風吹いてるし、ちょっとねごまかせるのもあるやろな。沖もおるんちゃう、もしかして。青地やったら沖でもおるよね。マジかこれ。これは何？いや違う、うん、シーバスの割には控え。ああ、シーバスや。ドババー言うたわ。さあさあさあ、たもないけど。そう、このね状態が絶対起こるでしょ、海釣りは。だから竿自体をこういう部分ね、ちゃんと仕事する竿にしないと嫌な気持ち。だってこうやってる時に糸が切れへん限りはもう竿で負けること絶対ないから。だけど小さな魚でもちゃんと楽しめる方がいいでしょ。それが多分黄金比というか、まあまあでかいですねこれね。ゆっくり湯洗いしましょう。あ、これロープないね。あー、場所が荒れる。君のじゃないのに。さあ、ちゃんとリサーチ済みです。さあ、ここで沖殺し。鈴木くん、鈴木さんですわ。次は佐藤さんかな。あー、これちょっとまあまあ大変やね。まあ白身の魚やからね、そんなにそんなに持久力はないと思う。ほら、次のモデルは魚寄ってくるでしょ、この竿。若干厚巻きにしたんでね。
で穂先のちょっと下までパワー持たしたんでくしゃっとならないいい竿が仕上がりましたね。シェイクダウンには最高の魚が来ましたね。いやけどちょっとねちょっとでかすぎる。あでかいメバルやでこれ。お唇にかかってるのは確認できましたね。さあもうちょっとヘタヘタになるまで空気吸わして、はい、もうエラー呼吸できんようになってください。よし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 、ここで手でやらなあかんのか。ハンドランディングなんだな。あここで柿に切られたらあかん。やめて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 、そんなところに引っかからんといてよ。よし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 、これ平スズキなの。よいしょ取った、よいしょよいしょ、ハンドランディング成功。え初平ジグヘッドで釣っちゃった俺、はい、60よし、やった、綺麗ね。ほら今日はあなたは逃がすから安心して。よっしゃ、ハンドランディングで取れました。平スズキと思います。綺麗ね。よし、やったやった。うん、スズキの匂いするな。オッケー。釣れたのはスパデラの 2.5 インチ。もう外れちゃってるでしょ。ええー、とこかかってるわ、地獄に。ねえ、08で取れました。オッケー。しゃ、帰ろうか。よし、オッケー。次かけたらどうしようかな、もう。よっしゃ。はい、太軸キンバリ。1.6g。はい。あれ、スズキと一緒にメバル泳いでるってことあるんかな。だからキワを狙ってて正解よね、きっと。行きます。さあメバル来い。よし、これメバルやろ。よしよしよし、あーそんな大きくないけど、よっしゃ来たー。メバル寄って釣れましたねー。はい、今日は君はいい子だね。はい、さあどんどん行くよ。じゃあ逃がします。はい、はい、ありがとう。傷なし。OK。1.6g。はい。太軸キンバリ。この辺で食うやつやったらメバルのはず。ここまで沈めて食うやつ。ああ、尻尾噛んで止まりよる。あれメバルやんね。アジかな。あ、アジか？もしかして。なんせここにね、シーバスと違う群れがおんね。これどっち？お、メバルメバル、ほら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 、おし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 、おったでしょやっぱり。さあ置いていくよ、置いていく置いていく。あーこんなとこに見つけましたね。あれほら色変えても正解やし。来た、まな板の上にメバルが1匹。
あ、落ちた。よし、ちょっと木はやります。どっち？あ、粘る。よっしゃ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 、ほら同じとこにおるんだよやっぱり。よし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 、やった、メバルランブ、いいね。クリア系がいいみたい。クリアレッドパール。あのね、グロー系だとなんかはっきりしすぎて最初に反応すんねんけど、なんか後が続かん。よし、はい、ちょっと置いときます。巻いて水深50センチのところでね、こうやって甘噛みするやつはメバルのはず。これこれメバルやろ。あ、外れた。甘噛みするやつがメバルやね。よしよし、分かってきたぞ。投げて水面下50センチをちょっとゆっくりめに引いたったんやかな。ちゃうな。お、メバルの群れや、メバルの群れ。で、そこにシーバスが襲ってくる感じ。襲ってくるというか、その同じ餌を横取りに来るというか。メバルメインやで、これ、多分。いっぱいおるで。なんか、もっと上や。今、1メーター沈んでるもんね。50センチぐらいのとこやね。ちょっと投げる方向を、2時から12時に変えます。で、尻尾をね、クッと持つやつ送り込んだったらメバルやね。でもシーバス来たからってね、吐かすことできへんから、どうすることもできへんね。メバルはわかる。行きます。あれ釣る？せっかくやし。よし、これはどっちだ。お、これメバルだろ。よし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 、ほら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 、見えた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 で。ね、ほれ。あれ、こいつ黒か？ちゃうな、青やね。目ちっちゃいね。はい、青字やね。そうですね。20超えてます。まだいけます、まだいけます。釣れてる時に釣っとかんとね、絶対止まるもんね。さっきみたいに、いや、そういうの。これ以上落としたらどうなんやろ。 1.5 メーターで、ゆっくり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 。ちゃうね、50センチやね。よっしゃ、あー、今のメバルやのに。あかん、面白すぎる。ほらね、後ろね、引っ張るんですよ、こうやって。ちぎれちゃったけど、これね、ほら、こいつメバルね。よしよしよし、言うてもね、知らんうちに3匹釣ってるんだな。さて、ほら、こうでしょ。えてて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 、くでしょ、くでしょ、くでしょ、ほれ、やったね。さあ、見てる皆さん、ちょっとね、乱雑に見えるんですけども、釣れてる時に釣っとかないと今日の持ち帰りができないんで、これだけちょっとね、連発で取りました。これは美味しく食べます。はい、で、全部持って帰るんじゃなくてね、氷の量とクーラーの量に対してちょうどいい量を持って帰るのが、まあ、僕の一応ポリシーと言いますか、美味しくなくしてからも全部持って帰るの大嫌いなんで。よいしょ。さあ、もったいメバル、ここの陰で釣りますよ。あー、これシーバスでそうやな。よし、あー、今の絶対メバル。尻尾引っ張られてるで。あ、大丈夫や。ちょっと下かな、1メーターでリトリーブして、ちょっとカーブホールさせたらメバルが当たる感じ。よし、これはメバルか。よし、メバルやろ。量計やろ、これ。よーし、よしよし、あ、量計じゃない。よう引くね。全然量計じゃないね。さあ、
普段ならこれを持って帰るところですけども、今日はきっちりリリースします。18cm スパテラ 2.5 インチ、クリアレインボー。はい、これでスーッと反応したらもう色のせいやね。そこまではないと思うねんけどな。でもグローは最初の反応はやけど、あとは続かへんくなったもんね。次ちょっと離します。明暗ギリギリ、すれた。次起き、ちっちゃいのが出てきたね。あ、ちか、シーバスがおらんくなったんじゃない、これ。これ全部違うもん。メバルやもん。やっぱこっちの方が水当たるんかな。ここで甘かみしろ。シップ甘かみしろ。あ、釣れてきた。こっちの明暗は？全部メバル？あ、メバルや。シーバスなくなった。この甘神からの、よし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 、これでかいで、メバルやで、ほら、よいしょ、いいね。はい、捕獲、捕獲しました。22センチぐらい、よっしゃ。え、ちゃうの？よっしゃ、でかいの来た。よっしゃよっしゃよっしゃ、ほら、レオン来た。影を狙って、ほんまの木はギリギリやったらやっぱ生後来にくいかな。はい、この辺りからクリアレインボー、両系メバルです。青地、青メバルね。オッケー、はい、お疲れ様です。今回ね、愛媛県の宇和島町港、結構面白い釣りができました。はい、初の平鈴木も釣ることができたし、まあこんなんは釣ったことあったんやけど、あ、結構引くなっていう平鈴木を初めて釣りました。タックルは P の02で、ね、ラインが08のリーダーということで、ちょっとアドバンテージが向こうにあったんで大変だったんですけども、うん、面白かった。またね、次回もいい釣りができたらいいなと思います。はい、ということでお疲れ様でした。まあ、まだやるけどね。よっしゃー、やったー、イエイ、来た来た来た、両系アジ来たよ、やったね。お、来た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 、よいしょ、ふんわりアシスト、ほんと16、一しぶりの時間もね、やった。これさっきのぐらいあるで、24センチあるか。おっしゃ、おおおおおおお、よいしょ、こいつで釣れましたね。完璧、スパテラの 2.5 インチ。おお、いく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 、絞る絞る絞る。お、今日ちょっと量計ずくめだぞ。よし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 、よっこいしょー、え、釣れた。さあ、どんどん行くね。おお、あ、こう来た。それで上やったよね、ガシラじゃなかったよね。はい、今回はメタルジグでアジが釣れるということで、初の場所にやってきてます。どうなることやら、自分も想像がつかない。とりあえずタックルは、ライトゲームオフショアのスピニングと青い円筒両方持ってきてます。まあ、これで多分こと足るんじゃないかなということで、ワンエントリー目、挑戦したいと思います。こんなん飛んでくな、マジでこんな風間違ってないよね、全然ね。本気でこの風よね。
果たしてこの風で投げれるのかな。よいしょ、上にちょっとチラシをつけて、下にネコメタルの 29g、 はい、これでいきます。はい、はい、ライト注入、よーし、はい、行こう。だからこれ積みにしたら、まあ、あのオートマチックに釣れるじゃないですか。これつけといたらね、こいつがなんぼピンと張ってもこいつ遊んでるんで、胴突きになるんで、まあちょっとそれを期待してるんですけど。はい、使ってるのは葵の円筒、ちょうどいいね、こういう釣りには。ちょうどバスのミドストロッドぐらいの硬さやね。今使ってるのが 29g、 ほぼほぼベストオブベスト。真正面しか無理やな。もう一個早かったらよかったね。もう一個早かったら様子見れるやん。そのどう、僕は全然わからんから、これもう勝手にアジおると勝手に描いてるじゃないですか。だからボトムもわからへんし、何もわからへん。あ、過ぎた。よし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 、あ、外れた。待ってきた、待ってきた、待ってきた、回ってきたね。どっちに出るか見よう。よし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 。お、今言われた通りのその 2,3 メーターのところでふわっと当たったんで、どっちは上食うてるか下食うてるか。下やね。上引っ張られてる？引っ張られてないもんね。よしよしよし。ちょっとライト当てよう。ライト当てて。ちゅうことは。ボールの手前ちょんちょんと探りながら、一回当たったらもう大体わかるよね。でも中層やったね、多分真ん中ぐらいやったと思う。大きくしゃくって、竿はね、だいぶちょうどええと思う。あの、今はちょっとバレちゃったけど、座ってる分ね。ズボラこいてたら、バレちゃったね。でもサイズイメージは25ぐらいやったと思う。やっぱこれ最初のアプローチが大事だな。よし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 、見えた見えた見えたよ。抜くね。どっちにかかってる。よいしょー。あ、落ちた。あかん、30ある、30あるな。どっちにかかってる。あ、下や、下やわ、やっぱり。よしよしよし、見える見える、見えた見えた。遠くにおる。この15分で釣らなあかんの。マジで焦るなあ。あー、J が終わったかも。マジか。3回バイトで2回かかってゼロやで。最初投げて当たってバレて、もう一回つなげたらすぐ当たったのは、でも手前やと当たりなくて、もう一回投げ直して沖に投げたらすぐ当たったんですよ。ラインがね、まだこうなってる間に当たってたね。まっすぐに横引きになってくれば来るほど全然当たらへん。なんでかわからへんけど、こうフリーフォールなってる状態がええみたいな。どうなんだろう、偶然かもしれへんけど。まあ明日はね、針のセッティング、まあ今はちょっと時間なかったんでバタバタってやったんですけど、針のセッティングでなんとかなると思う。全部取ったる。
はい、今回ねメタルジグででかいアジが釣れるということで、しかも遠投してはるか沖合から当たりがあって、釣れるということだったんで工夫してきた。もう完全にアジを釣ったろうと思ってね、ティンセルを巻いてきて、そのティンセルを程よいフックに、装着して、しかもそれをまあ2本ずつ4本やね。僕こういうセッティング本当は嫌いなんですよ。だからもともとデフォルトなのは、フック1本こんな状態で市販されてます。まあバレてもいいし、とりあえず当たりが一番多くてルアー本来の動き、スポイルされないようにという意味合いでシングルフック1本にしてました。なんだけど、アジが沖合で釣れる、これシングルフックだとねかかってもね口切れしちゃうんで、だったら完全にアシストするために、針を、束針にしました。ようけねつけてみた。で割とまあ線形がそこそこ太くて、まあ口径の小さい針を選んだ。これはね確か古代針かなんかやね、太陽の針、あこっちも太陽の針やね。はい、でこんな感じでティンセルもしかも長くしてみた。これねふって吸ったら、アジがねふって吸ったら口に入るように、こんな感じでね、29g19g で 14g ね、こんな感じで、用意してきました。まあこれがね期待通り釣れると嬉しいんですけどね。とにかく今回は頑張ってみたいなと思います。はるか沖合から、おかっぱりでアジをメタルジグで釣る、はい、楽しみにしてます。よし、はい、夜に備えてフル装備しました。あったかい、まあ、冬はね寒さをこらえた時点で超過激減なので、あったかい格好して釣りをしましょう。はい、さてじゃあ始めます。本番ね、29g のネコメタルで、アシストフックは自作の、ロングティンセル、まあ、口に入りやすいかなと思って、であと滞空時間が長くなってくれればラッキーっていう、そういう考え方でやってます。はい、ロッドは葵のライトゲーム遠投です。はい、で2500番のイグジストに P の06、 それからリーダーが 3.5 号フロロ、はい、そんな感じです。風の角度が徐々に毎日変わっていくね。ムーやな、回ってへんのかな、ここじゃないのかな。いやーおるな、おったら、あーでかいの釣りたい、釣れへん。あかんのか、クソ勝つまでやりたいねこれ。お当たった、今のは何や、よっしゃー、よし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 、来たぞ、ほんまもんやぞ、よし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 、来た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 で、やったー、イエイ、やった、来た来た来た、両毛アジ来たよ、
アシストフックちゃんと噛んでるわ、僕作ったねえ。よし、やったね。いや、作ったアシストの方噛んでくれてる。イエイ、やったやった、めっちゃ嬉しい。たどり着いたね。やっぱりね、下やで。うん、昨日もそうやったけど、だから表層からちょっと気にしながら下に下げた途端やもん。いや、さっきからあの下は何回かはやってんのよ。やっぱり上なんかな下なんかな言いながら、ちょうど中間ぐらい、下からしゃくってファーンってやって、ここでかかってくんねんか。だからベイトがおったら上なんかもしれんけど、なんとなくその限りじゃないんだね多分。大きな群れの時はだんだん魚が減ってったら下でしか食わなくなるから、これ魚が少ないから下でしか食わないんじゃないですか。上面に餌おらんとかそういう感じじゃないですか、餌おうてないとか、はい、でも日頃のルーティーンでずっとこううろうろしてるとか。そろそろ地合いは終わりなんかな。とりあえず中アジ釣れました、嬉しい。走りは見えた、掴みは掴んだ。次の時に、ええ時が僕のタイミングで追ったらもっと釣れるね。なんやったらこれ釣れるルアー作れそうやもんね。トリプルフックでもいいんだけど、アシストの方が美味しそうやもんね。あー、今回は厳しかったけど、とりあえずあのこのアジングの中でもメタルアジング、顔だけ見ました。よかった、ありがとうございました。絶対リベンジしたいと思います。終わり。あー、よかった、こんなに短いんだね地合いって。いや、そら経験してなかったわからんわこれ。お、来た、やったやったやった、終わった。またまだおった、これ違う魚かな、アジかな、あ、アジや。よしよし、ゆっくりやったうわー、たどり着いたね、アジまで。どこにおる。結構遠いからね、投擲点が 50m で、その真下で連れてくるからね、もうある意味ディープアジングと同じだけの距離を巻いてる。よいしょー、ちっちゃい、でもよかった、この釣り方で釣れた。あー、これええやつ釣りたいな。見て、ほら、作ってきたアシスト噛んでるでしょ、ふんわりアシスト、長いアシストが効いてるね。ほんで、うん、あの針のチョイスも良かったね、バレない、こんだけ暴れてもバレない、イエイ。ということで、今回、ややナイトのメタルアジング、とりあえず OK ということで、お疲れ様でした。僕のねこだわり、ジグヘッドよーくあります、たくさんあります。これね、レベリングヘッド。レベリングというのは、まあ、水平姿勢を保つの意味のレベルやね。はい、まあ形状で言うとこれね、はい、まあ楕円をしてます。楕円にしたあって、ワームが装着される部分をカットしてる。はい、でこの形状の特徴は、前から見たら円ですよね、球体というか円やね。で、重さは例えばこれ 1.5g あります。これが一番表面積が小さい、早く沈む形状は何か、これ玉なんですよ。で玉がいいんだけど、玉にするとここの径が大きくなります、今よりね大きくなる。するとワームをここにつけた状態にすると、魚が噛みます。するとここのね、玉の部分が邪魔をして、フッキングが悪くなる場合がある。
例えばチヌとかね、噛む力の強いものなんか特に、そういうことが起こります。なので玉ではなくてこの楕円、防水系やね、防水系にする。すると、ワームの部分とまあピタッとこう、どういうかな、一体化しますよね。こんな感じでね、一体化します。はい、だから噛みついた時にここのまあところが細いんでフッキングしやすい。あとぶら下げた時にまあこれどうなのかな、ぶら下げた時にまあこうなります。まあこれ空中なんでワームの重り分、ワームの重さ分下に垂れてますけど、これが、水中ではこのような姿勢になるんですね。でよくハンギングって僕が言ってるのはスーッと落としていって、このままピタッとこう止める感じね。で、例えばそのままテンションを上げていくと上方姿勢になりますね、上向きの姿勢で落とすとそのまま、尻上がりの姿勢になる。これの、まあ、組み合わせで魚に口を使わす。はい、だから一番デフォルトの状態で、基本となるこの水平姿勢を保てるというのが、まあ、このジグヘッドの特徴で、これは当然丸で、愛が上にあればできます。でなおかつ噛んだ時にフッキングしやすい、防水系を採用している。で同じ重さで、落ちていく時は当然この姿勢で落ちていきますよね。すると、水の抵抗が少なくて早く落ちる。まあ、そこはねそんなに変わらないんですけど、まあ、姿勢がいいと。であとは、ここが防水系によって、どうなるかというと、球形だと、水を、受けずにここに乱水流が発生します。それはそれでいいんだけど、僕の場合はこのワームの特徴を生かしたいので、前から来る水をワームのリブ、それからテールに当てるためにここに邪魔なものを、設けないためにこういう形状にしてあります。はい、はい、今ですねラインナップされてるのが、この太軸金針っていうのと、黒針やね、これが一番スタンダードなフックなんですけど、でそれから、白軸の小針、この3種類のフックサイズがあります。8番10番12番、これね。で、各サイズだいたい 0.25 ずつ、ウエイトがだいたい 0.3g ぐらいから 1.75 まであります。そのフックのタイプによってあのラインナップが違うんですけども、例えばこの小針の場合は小針ね 0.5、0.75、1、1.25、1.5、 はい、これが小針で、一番、オーソドックスなこの黒針ね、10番黒針は 0.5、 0.75、 1、 1.25、1.5、 1.75 まであります。はい、で、この金針ね、金針僕ちょっとラインナップねちゃんと覚えてないんだけど、0.3、 それから 0.6 で 0.9 で 1.2 で 1.6 があります。でこの太軸金針に、これは今までは 1.6 までしかなかったんですけども、そこに 2g と 2.5g を増やしました。これで大体のね、おかっぱりがこのジグヘッドでできるんじゃないかなと。で 3g 5g 欲しいんですけど、そうするとどうしてもここが太くなってくるでしょ、大きくなってきます。で針を大きくしないといけなくなるんで、まあまあそれは別のジグヘッドを、設計するときに、ラインナップ増やせばいいかなと思って、この状態にしてます。例えば他にも、ネウゴ玉だとかハネエビヘッドとかも存在するので、それを併用しながらまあ釣りをするんで、とりあえずは 2.5g までラインナップを増やしました。相当ラインナップが増えたんで、ほなね、
大変だねこれね、はい、こんだけたくさんあるラインナップなんですけども、これ一つのサイズはだいたい5個ぐらいしか入ってないとするじゃないですか。そしたら、今回のハマったウエイトが、まあ、1.25g だったとします。そしたら5回値がかかりしたら終わるんですよね。だから倍にしときましょうかって10個ずつにするでしょ。そしたらこんなになってまうのね。はい、まあマイクロゲームというか、こういう繊細な釣りの面白いところですよねこれね。はい、こだわればこだわるほど、まあ、超過に、答えが出ちゃう。はい、ということで、今回もこのレベリングヘッドプラススパテラをメインに、遊べるんじゃないかなと思います。アジング最高。はい、今からですねナイトアジングゲームやってみたいと思います。まあ当然最初はスパテラ&レベリングヘッドからやってみて、今日はメタルジグまでいけたらなと思ってます。まあ食うてる時にいろいろ試せたらいいんですけど、食うてる時は食うてるパターンを、続けた方がね、いいかもしれないんで、その辺は臨機応変に、やってみたいなと思います。でロッドは今回、羽エビなんですけど、羽エビロッドなんですけども、まあ黒いですよね。これはプロトモデル。ちょっとね、ガイドのセッティングを変えてみようと今企んでいるところです。要は昇降経過する、飛距離が出なくなるんだけど触り感度は抜群になります。ちょっとそのあたりをね、まだ、ノーマルの方が使い勝手がいいんで、そのあたりをちょっと、攻めていこうかなと思って、まあプロと思ってきた。はい、これで やってみたいなと思います。本当はね、レベリングロッドでもやりたいんだけど、今回はこの試し事したかったんで、これで、レベリングヘッドも割と重ためを使うと思うんですよね。ここ深いんで、多分これがぴったし来るんじゃないかなと思います。まあ、羽エビも使いたいし、メタルジグも使いたいし。ということで、今回は兄貴分の羽エビロッドを持ってきました。では、早速やってみたいと思います。さて、夜釣り。スタートしたんですけど、今タイミングが悪い。このポイントででかいの釣ってもおかしくないでしょ。だからあそこに寄りが悪くなったらここにしか寄らんぐらいの勢いやね。でかいアジがおったら果てしなく暗い。全部見えてるもんな。綺麗な水。よし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 。微妙なあたりをそこで取りましたけど、何でしょう。お、いい味じゃん。やった。あーあー、よし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 。そうですか。30秒かけて沈めて、あたりはね、んっていうようなあたり、こういうあたりを取るためにちょっとガイドのセッティングを変えようかなと。まあ、ハネエビの場合はね、ターンターンってしゃくって、魚がまあ、リアクション方向の食い方するんでカツンと当たるんですよね。でもターンターンってハネエビをしゃくって、そこで止まった状態でステイの状態でじーっとしててコツってなるような微妙な繊細なあたり、それを取りたいっていうのがあって、ちょっとガイドをね、昇降経過してみようと思ってるのね。ただそれをすると、このロッドの特徴であるこのバットが硬いっていう部分があるんで、投げた時にね、初速が速いんですよね。でそうすると飛距離がクッと落ちるのね。よっしゃ、どっちがいいのかなと思ってちょっと今悩み中。でもね、この感じのあたりがわかるんだな、これ。だから、竿をね、完全にチューブラにしてカチカチにすれば、そのノリあたりはすごくわかるんだけど、それじゃ竿として面白ないから、竿のしなりは欲しくて、手感度を良くする。それをしたいのね。そうすると今、まあ、レベリングヘッド、を
羽エビロッドでやってるんですけど、 1.5g 以上のレベリングヘッドならレベリングロッドよりもこっちの方がやりやすい時がある。水深が深いとかね、いろんな条件で。今回はレベリングロッドを封印してきたんで、まあサブのために1本持ってきてたこの試作ロッドが夜釣りでちょっと活躍してる感じ。まずはこの食いしぶりの時間帯はよしよしよし、こうやってよし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 、食いしぶりの時間もね、やったこれ、さっきのぐらいあるで、24センチあるか。で、今回この羽エビロッドなんですけど、まあ、羽エビの重たいめなやつを使おうと思ってたのと、あとはメタルジグの 5g、7g、まあ、10g ぐらいまでをこっちでやって、まあ、対応しようかなと。おっしゃ、おおおおおお、なんだけど、まあこうやってね、レベリングヘッドのちょっと重ためのやつを使うにはちょうどいいんじゃないかなと思います。よいしょー、おー、なんか よくなってきたぞ。ほら、これさっきのより全然いいよ。釣れました、こいつで釣れました。さあどんどん行こう、逃がすよ。やったー、やっぱりこのサーモン持ってとかなあかんね。最初のねワンバイトから急に食い気が上がった感じ。ね、完璧。おし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 。おもろいじゃないですか。並べたいな。よいしょー、可愛くなった、可愛くなったね。はいはい、スパテラの 2.5 インチ、 1.5g ジグヘッド。さあ何ミリは効いてんのかな。よし、いきます。はい、スパテラのバテラの 2.5 インチシラスレインボー、行ってきます。シラスレインボーはクリアレインボーにほんのちょっとだけホワイトパールが入ってる、だからちょっとだけ乱反射する感じだね。でグローはなし。もう触ったあたりがわかるもんな、これ。よし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 、うわー、落ちた。ジグヘッド上げて下げて上げて下げて、これ下げてができるように潮の流れがあったらアップクロスかアップに投げる感じ、ダウンに投げるとちょっとやりにくい、言うこと聞かへん。微妙に右から左に流れてるせいか右に投げた方が当たり取りやすい。左に投げてる方が糸張ってるような感じじゃないけどね、こう膨れてね。でも緩めることができへんからね、アジが食ってくれへん。来い来い、おれ。さあ糸たるんできたぞ。あかん、こっちだね、やっぱりね。微妙にアップクロス。
30。さあこの辺で釣れるよ。ほら糸がたるむでしょ。こっちやったらたるんでる時に頭を下に下がってて、それをこう竿先でちょっと上上げたるで落としたる。量計ばっかりやで、ほらよいしょ、マジか。はい、釣れました。はい、太いか。あ、まあまあ太いな。さあ、いいところ見つけたね。よかったね。とりあえずちゃんとスパテラがアプローチされたら当たってくる。よっしゃ、今聞き合わせ。よし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 、太い、よいしょ。はい、群れに当たりました。これで25あるね。太いし、いい感じ。ウゴウゴ言ってます。バテラで釣れました。これね、 2.5 インチ、カラーはシラスレインボー。カラーはね、割とあの何でも良さそう。どちらかというと、ワームがそのどう言ったらいいかな、そのエリアに入っていくその角度というか姿勢が必要みたい。いきます。1 2 3 11 12 13 14、この辺から15 16、カウント30ぐらいの15ぐらいから当たり出してるんで、水深どうだろう、10メーターとして6メーターぐらいのところで釣れてるのかな。おっと、釣れそうなカラーが頭に浮かんだね。ケイムラレインボー、オッケー。はい、これがちょっと当たりそう。水の色に覆ってる気がすんねんな。青っぽい水が、青い紺碧っていう感じやね。青いの碧っていう字はその字です。さあ、ここの場所でスパテラゲームからネコメタルゲームまでいけるやろか。ちょっと群れがちっちゃいというか微妙やね。パタパタっと釣れて止まってまうね。イメージはこの明かりの届いてないギリギリのあたりやったら騙せると思うんだよな、割と簡単に。よっしゃ、来た、アジ。よし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 、さあ両家アジが来ました。おー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 、はい、
釣れました。はい、なんか空が暗なった。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、よっしゃー、やっぱり18、16、17、18ぐらいでいい時は当たるね。メタルディグでやったのかな。しゃー、おー、いく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 、絞る絞る絞る、そんな大きいわけじゃないんだけどね。よう引くわ、よいしょー。あ、細い細いな。あ、でもないか。お、今日ちょっと量計ずくめだぞ。はい、釣れました。イエイ。はい、6、7、8、9、10。さあ10の辺からはぴっといて落としていって14、15、16、どう？あー、外れた。うん、見っけたね、見っけた見っけた。さあ 1.5 から次1.75 行こうか。レベリングヘッドを重たくしていきます。よいしょ。はい、 1.75、 0.25 を重たくしました。はい、ね、今 1.5 から1.75 に重たくしました。重たくしたいのは、より遠くへで、より暗い方へルアーをアプローチするためで、届いてないところの方が夢あるじゃないですか。で、この 1.5g でやればとにかく釣れるっていうのは分かったんで、重たくすればさらに釣れんのか良くないのか、ちょっとそれをチェックするために重たくした。だからカウントはどうだろう、15言うてたんが13とかになるんじゃないですか。この辺じゃないですか。当然重たくすると手前早く来ます。ハンギングするとこうやってね、ぶら下げると手前に早く来る。だから、テンションフォールというか、もうテンションで、ステイさせた時にこっちへスーッと来るのが早くなってくるよね、だんだん。それがいいのか悪いのか、うん、で遠いところへ届くということは明かりから遠いんで暗い、2、7、8、9、10、11、風が出てきた。12、13、この辺か。14、15、16、17、18、19、20。当たりが遠のいてるときはおらんときやからあんま関係ないね。よっしゃ、よし、もっと重たくしてみよう。1.75 までだったんですが、 2g と 2.5g 作ってみた。一番重たい 2.5 からいこうか。これね、これが 1.75 なんでだいぶコローンとしてるよね。もうこれ以上ね、コローンとさせるとここのヘッドの部分がね、口にこう当たるというか干渉してフッキングがだんだん悪なるんで、はい、とりあえず
2.5g は太軸金針になってます。はい、これだいぶ飛ぶよね。姿勢はそのまま1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まあ投げていくんで、水の抵抗がラインにかかってくるんで、多分カウントダウンはあんまり変わらんと思う。この辺が16、17、18ぐらいでしょ。手前が早沈むしね。さあ水中での姿勢が一緒なんだけどスピードが違う。おお、食ったねー。はるか沖合で食いました。 2.5g 変えて釣れると嬉しいね。はるか遠くからヒット。おお、よしよし、量計量計量計じゃ。おい、はい、釣れた。いいね。 2.5g。 手前くんの早いね、巻いたら。どっちがええんかね、ふわーっとすんのと。今ちょっと前から風が吹いてきたからちょうど 2.5 がいい感じやけど、今どっちから流れてる？潮完全動いてない。2g 使ってみよう。じゃあ 2g 使ってみよう。はい、これが新作 2g と 2.5g で、今まで一番重たかった 1.75g。 どんどんでかくなるよね。はい、でこの中間を使ってみます。はい、2g。2.5g だとちょっとね、魚の群れが少なかったら手前へ行くのが早すぎると釣れへんのかな。遠くでねピタッとこう落ちたところに魚がおったらいいんやけど。さあ行きます。さあこの辺かな。あーちゃうね、やっぱりね。 2g と 2.5 は 0.5g 違うからだいぶちゃうな。 2.25 はもういらんでしょうと思ってやめた。よっしゃ、 2g に変えて釣れました。ちょっとスピードが落ちた感じが良かったんかな。明らかに 2.5 速かったもんね。だから速いのがいい時は釣れるし、もっと群れが大きいんだったら手返し速い方がいいよね。よし、量計量計量計、よっこいしょー、今日一イエイ丸のみ。はい、 1.75、 それから 2.5 で 2.0 のレベリングヘッドで、ローテーションして釣っていきました。沈下速度と、テンションをかけた時の、手前へ来るスピード、それから、まあ、遠くへ行くということで、この街灯から離れていくで、まあ、明暗のところがピタッとはまると連発する、そんな感じでした。結構パターンはめましたね。了解、あおもろ。これは釣れるときに釣っとかなね。よし、さあ何が来たか。おお、来た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 、なんだこら、ヤミハタ。ハネビ 5g。 うん、同じ感じだもんね。こいつね、体こんなんやけどちょっとマシな引きするんだよこれ。ネイビで釣ってメタルで釣ってやね。はい、おお、フォールで釣った。おお、笛吹き台。
よし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 、よっしゃ、了解、来たね。スイミングネオ玉&肩口ワーム。なんかちょっと地味な方がいいね。やばい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 。上がってくるか、上がってこい。まだやな。こいつ下に下にめちゃめちゃ潜んねえね。おっしゃ、でかなった、でかいでかいでかい、ほら、うぇーいじゃーん。よし、じゃあ羽エビ 5g これでやります。はい、まだ沈む。よし、さあ何が来たか。だいぶ深いところで食いましたけど、よし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 。さあ餌とかするか、羽エビ 5g。 おお、来た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 、なんだこら、ヤミハタ。こういうタイプやったらガブッとくんだね、このサイズやったら。えい、ハネビ 5g。 めちゃめちゃ可愛いのがおるで、これでかあのちぎられてないってことは同じ系統の魚やね。刃物じゃないってことやね。あのさっきの旗の甲、甲の甲ぐらいの。ちょっと深いところでやると当たり減るけど、しっかり食うやつが当たるね。うん、同じ感じだもんね。ちょっと頭っぽいけど引くんで同じじゃないかな。うん、同じだね。よし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 。はい、こいつね、体こんなんやけどちょっとマシな引きするんだよこれ。はい、ちょっと逃がしてあげましょう。さあ、ハネエビ 5g で食うのは分かったし、はい、今回ねちょっとね面白いのを持ってきてるんですよ実は。ガメシャット、新しいやつね。ガメシャットってどういう意味かというと、ガシラメバルシャットの頭文字というか頭を取って、名前にしたんだけど、これね、ほら、ガシラメバルガメシャット。はい、もう名前つけるの大変。とりあえず次どうするみたいな。いや、ガシラメバル用のシャットということで、ガメシャットどうですかねみたいな。カサゴメバル、カメシャットあかんなこれって言ってガメシャットにしたんですけど、はい、まああのスーパースティックを短くしたモデルなんですけど、はい、ちょうどねこれがね、このハネエビのジグヘッドにもぴったし、はい、まああのしゃくるわけじゃないんで、まあ、瞬間接着剤つけてもいいけどつけなくても十分、こうやって引っ張るんでね、まあいわゆるチリチリテールですよね。横に振らなくて回転するテール、まあ、絶対釣れるテールやねこれね。はい、だからそのなんだろう、アクションとかそういうのじゃないんで、もうこいつ自体が食ってくるんで説明いらんかな。とりあえずジグヘッドで魚がいそうなところまで送り込めば、このワームだったら釣れると思います。ハネエビはやっぱりね、アクションさせてとか、あのポールのね姿勢とかそういったもので釣ろうとするんですけど、まあリアクションやね。でもこいつは目さ、説明しにくいな。よし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 、何が来た、違うもんか。
同じ。よっしゃ。はい、画面シャット。あ、来た。ここ最近見つけた穴でしょ、確か。おー、来たー。さあ、もうあとちょっとずつで行こう。早く。よし。はい、行くぞ。可愛いやつやからね、すぐ逃がしたらなんとね、やけどするだろう、こいつね。はい。スッと穴の中入ってたね。そこまでつけて 5g なんで結構時間かかるんですけど、そこまでつけてそれを、テンションをずっとこうかけながらそこを舐めるようにアクションしてます。で、時々しゃぐって、まあ、あのジグヘッドで水流波出してる感じかな。さあ、リップラップに到達しました。これあんまり引きずると根が軽いんで、上にこう飛び出さすようなイメージで、どうだろう、斜面と平行に泳がしてきてるイメージね。遠慮すると当たらへんね、やっぱり躊躇すると当たらへんね。1メーター、2メーター、3メーター、6メーター、7メーター、8メーター、9メーター、まだ沈むもんね。イメージよ、何メーター見てんのはイメージなんだけど。この辺から。よしよしよし。これこんなにサイズ大きくないのにめちゃめちゃ引くね、この魚。びっくり。マハタの偽物、闇ハタ。じゃあベイトタックルからやります。まずはネゴ玉。よう飛ぶね。今使ってるのはプロトモデルのロッド9フィート、ファーストトライやね。で、リールがジリオン HLC で、ラインが P の2号、リーダーは16ポンドで、場合によってはその16ポンドの前に20ポンドを、結ぼうかなと思ってます。ああ、なんか当たったね。そこからここできたね。当たりがあるのは分かりました。さあ、ほんで、あ、これ見て、あの、何もなくなってないんで、要はかじられてないんで、畑やと思います。何が当たったのかな。ちょっと色変えようか。ワーム変えて色変えてします。もうちょっと地味系、ミドキン。イワシからミドキンに変えます。はい。沖は相当ベイトフィッシュおんねやろな。ねえ。よっしゃ、おった。
ボトムからの巻きでどうやろう、5回転ぐらいで来たよ。結構パワーファイトいるね。よし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 、おお来た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 、よいしょ、大物旗、イエイ、釣れました。とりあえずね、魚玉からイエス、色変えて一発やったね。ちょっと今日は青嫌がってるのかな、暑い。はい、一発目釣れました。さあ次はじゃあ21g か、 21g でちょうどいいんだね。よし、じゃあ次はスイミングネゴ玉でやってみよう。 21g、 これ目はね、パッケージングに入っているんですけどついてないんで、接着剤でつけてください。瞬間接着剤で、その前に、ワームの油分油をですね、ブレーキクリーナーだとかジップオイルだとかそういったもんで綺麗に取ってから、瞬間接着剤をつけるとよくつきます。はい、こんな感じ。まあ目ん玉なくても全然いいんやけど、目つけるだけでちょっと嬉しくなるでしょ。えいっ、この片口ワームプラス、スイミングネゴ玉なんですけど、落ちる時もすごく早いで、ある程度のウエイトのジグヘッドだと、落ちる時に魚のようにバタバタバタと泳ぎながら落ちていきます。で、キャラメルシャットとの、まあ、使い分けというか考え方の違いは、キャラメルシャットは水を引っかきます。だから巻き抵抗が大きい。で、こいつは水を避けながらワームをバタバタ振るわす。だから巻き抵抗が小さいです。どっちがいいか、それをまあ魚に効く、そんな感じね。もう本当にこれはもう魚な感じ、餌な感じ。で、ポールでも当然食うんで、今なんか当たったかなと思ったけどちゃうかったけど、それ意識しながら釣ります。で、就魚効果が高いのはどうだろう、キャラメルシャットの方かな。同じリトリーブスピードで巻いても、どういったんかな、前滑ってくるスピードも違うしね、糸が張るかたるむかな感じ。こいつはツルツルツルーと抜けてきます。水深大体15メーターには到達してると思います。あー、根がかり感のなさも最高にここやりやすいね。よし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 、よし、かい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 、もう一気に巻きます。この一気に巻いても大丈夫なようなフックを使ってるんで、よし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 、お、でっかい頭、おー、やったりました。はい、素晴らしい。何センチあるこれ、25あるね。あー、楽勝あるね。うん、26してあるね、6ぐらいかな。 OK。ここはね、スピニングでやるとね、前で切られたら嫌やしね、遠投して飛ぶんやけどね、とりあえずここ強引に引っ張らんと下へ下へ行くもんね。はい、
し、おお、フォールデック打った、軽いコンってガシラかな、何なんだろう、足足足足足かい、お、小さい、あ、なんやなんやなんや、あれか、おお、笛吹き台、こいつうまいやで、はい、浜笛吹きじゃなくて笛吹き台やね、はい、 OK、 さあどれぐらいまで上げたら釣れるのかな、どの辺に魚が泳いでるのかな、そう、ここがこうなってるからっていうのは分かるわけじゃないんで、結構適当、あっしゃ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 、結構適当でもいいね、量計やでこれ、大物旗、あ、ここでね、すられるんですよ、だから一気に上げる、やばい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 、よし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 、ほら来たほら来た、よーし、量計来たね、発射、スイミングネオ玉&肩口ワーム、なんかちょっと地味な方がいいね、イエイ、来られました、大門くん、これね、見てもうたら分かるんやけど、これこんだけ避け取って頭外れてへんでしょ、めっちゃホールド性あるんですよ、このワームキーパーね、はい、多分もうちょっとこれじゃあかんので、あ、まだいけるか、まだいけるな、もう一回ぐらいやっときましょうか、うん、結構ホールド性があります、やっぱりね、21よりも28にして早まいた方がいい感じだね、水深どうだろう、20届いてないね、15ぐらいのところやね、そこに落として一旦そこまで沈めて、いろいろなスピードで巻いてます、で10回巻いて15回10回10回巻いて3456789、10回巻いて落としてみる、あっしゃ今フォールで来たね、これは取れるかな、場所が悪いぞ、あ、やばい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 、上がってくるか、上がってこい、まだやな、こいつ下に下にめちゃめちゃ潜んねんね、おっしゃ、でかなった、でかいでかいでかい、ほら、うぅぅぅぅ、やったやった、やばいな、カタクチワーム、ほら、さっき一旦もう取り外そうと思ったけどまだ持ってるもんね、あったたたたたたた、量計王門、あー、キビナゴいっぱい入ってるよ、あの尻尾見たらわかるけど、大門旗って遊泳能力かなりあるね、あれね、だから追いかけたいんじゃない、かけっこじゃない、追いかけっこしたいんじゃない、ルアーと追いかけっこね、めちゃめちゃいてるわ、イワシ見えるわ、水中ボイル起こってんやろね、きっと、はい、おー、何今の、今、ね、違う違う違う、あれや、ちゃうちゃうちゃう、あれカンパチの子やよしよしよし、カンパチ子ちゃんおるよ、カンパチ子ちゃん、これで釣ろう、さて、猫メタル、よし、
もうシングルフックでいこう。猫メタルの 29g。 はい、多分向こうから追わさなあかんねやろね。投擲点は 80m。 すごい魚やね、ここ。魚っぽいね。ここへ来るとさっき移動しましょうか言うた気持ちがようわかんね。うん、ここを知ってる、この状態を見たことある人が、よっしゃー来たー、よーしよしよしよし、おもろいね。魚の多いところ来るとおらんところがわかるよね。あそこだけ見てたらさ、箱で頑張って絞り出さなあかんのかな思うもんね。んー、なんだこいつは。お、アーモンだぞ、アーモンだぞ。おー、ショゴ。はい、上がってこい。よし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 、いやー、やったー、猫メタル一発。俺あれ持ってなかったっけな、ないねんな。よいしょ、はい、オッケー、はい、よっしゃー、猫メタル 29g、 そして塩。掘るところは釣れるんだな。猫メタルを引っ張っといて、横向けて横向けて横向けて落としていって、そのまま落とす。引っ張って引っ張って引っ張って、よっしゃ来たー、イエーイ、よしよしよし、うーん、おもろいぞー。大間畑や、大間畑来ました。メタルで大間畑、あっしゃ、入れ食いだ。どんどん行こう。しゃ、いっぱいおる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 ぞ。まず投げて、そこまでつけて、今、猫メタルの 29g のトップヘビセッティングにしてます。要は太い方を上にセッティングしてます。で、針はアシストフック、頭だけ。本当はね、後ろもつけて水平ホールの時間を長くしたいんですけど、遠投した時にね、大きいエビになったら外れへんだらちょっと悔しいんで、シングルフックでなんとか横向けます。で、そこからどうだろう、5m?上げてくる感じ。釣れたか。塩紙投げて、同じとこ狙ってるぐらいの勢いで、ね、塩紙投げて落とします。で、そこついたらシャクって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 落とす。シャン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 、だからシャクルだけならね、柔らかい竿の方がね、ジグが気持ちよく動いていいんやけど、それをなんとかこの操作しやすいロッドでギクシャクせんように、ジグの重さがロッドティップに伝わった時に
優しくトンとこう飛ばす感じね。今度ちょっとセッティング変えましょうか。はい、逆にします。ボトムヘビーセッティング。はい、猫メタルね。これ今は太い方でやってるでしょ。これを逆さまにします。よいしょ。はい、だらこんな感じで、これだと嫌でしょね。なんか頭下向いてるんで、こうやったらほらいい感じになりましたね。生まれ変わりましたね。はい、これですると、ショートピッチで動きます。で、落ちるときは早く落下する。よし、これで投げましょう。進化速度が全然違う。どっちがいいかな。横向けのを長いこと見せるのはトップヘビーセッティングやねんけど、なんかね、魚って僕らが思ってるものばっかりが好みじゃないでしょなんでか知らんけど、こっちがよう当たったりするんで、どっちもやります。当たりがなくなった。やっぱりトップヘビーの方がいいのかな。もう一回変えましょう。さあ、リーダーを結び替えておきましょう。もともと12ポンドに16ポンドを足してたんですけど、そこに20ポンドを足します。で、そのままね、20ポンドを PE に結んでもいいんですけど、それするとリーダーが短くしないと飛ばなくなるんで、一旦3号12ポンド結んでから、20ポンドにしてます。要は針のあたり、口のあたりで根ずれしそうなところだけ太い糸にしといて、あとは細い糸。あんまりね、おすすめではないと思うんですけど、フィーリングがいいんで割とそうします。特に、まあ、ライトゲーム、ガチンコのなんかジギングでこんなことしたらね、もうそっから切れちゃうんですけど、快適性を求めてそうします。はい、だいたい40センチから50センチ。よし、OK。はい、こんな感じね。しゃ。で、トップヘビーセッティングに変えよう。ボトムヘビーにするんね、竿短い方がやりやすい。大変。ハイピッチでしゃぐられへん。うわー、大小さまざまなベイトが空いてますわ。いきまーす。よっしゃー、そこに着いた途端に当たったのはなんだ。メモだ。よっしゃよっしゃよっしゃ、大物旗。やっぱりあれやね、トップヘビーの方がいいね。はい、猫メタルトップヘビーセッティング、今日はね、なんかこっちの方がいいみたい。まあ、水平引きしやすいんで、まあ、当然っちゃ当然なんやけど、時としてその逆の時もあるんで、両方やってみてください。はい、今日はトップヘビーです。こっちじゃない方ね、こっちね。はい、よし、じゃあありがとう。ういっ。さあ、どんどん行こう。ちょっとこの潮下に投げてみます。ラインを膨らましてみよう。おー、押されるね。すごい引っ張られる。これ重かったか。今ひったくってたけど。
よーしよしよし、うん、あー、重かったやった。入られた。よしよしよし、よーし来い、よーし来い。ポンピングじゃダメだ。よいしょー、来たー。えい、来ましたー。おまたー、ひったくってたね。オッケー、よっしゃ。はい、そこ着いた。潮髪なんでラインが押されます。だから水平トレースしやすい。でも油断してると根がかりします。よっしゃー、うーん、キャラメルシャット。よし、さあなんだこれはね、動かな。あー、しゃしゃしゃし、後ろから覆ってきてんのはあれやね、初号。あ、赤旗来た。そこで釣れました、赤旗。よし、オッケー。このジグヘッドね、針自体がでかいワームキーパーになってるのね。こう最後がこんな形でしょ、針が。だから結構抜けにくい。でさらに、ここの本体の鉛の方のキーパーもしっかりしてるんで、すごい強靭にホールドしてくれます。これすごい大事。ワームが柔らかくてもホールドしてくれる。まあ柔らかいってそんなに柔らかくはしてないんですけど、うん、あの水流だけで動いてくれるぐらいの柔らかさでも全然対応できるぐらい。これキワで釣れんのかな。キワは浅いよね。でもね、ちょっと寝魚玉でこついてみようか、うん、一回ね。はい、はい、おおおおお、よっしゃ、足元でなんか来たぞ。赤旗か、ガシラか。お、赤旗の子や。よいしゃー、狙い通り馬旗黒で赤旗。寝子玉。オーケー。さあ今回あの初の愛媛での訪問肌ゲーム、おかげさんで釣れることができました。初めてやね、ちゃんとしたサイズの訪問肌を狙って釣ったの、うん、だからいつも三重県でやってて、であとね、ボートからのアプローチも結構やってるんですけど、この魚は面白い。巻いてガツンって食うのってね、本当面白い。だからルアーね、あの今回一応この持ってきたんですけど、カタクチワームとスイミングネグオダムね。だからこれなんかすごくその大物旗を意識して作りました、早く巻けてしっかり泳いで、これね、尻尾ほらピラピラピラーってカタクチイワシみたいに泳いでるじゃないですか。そうで、ベイトフィッシュライクな、まあ、演出をしたら食うんじゃないかと思って、まあ、作り始めたんですけど、それが見事ね、釣れたんですごく気持ちいい結果となりました。はい、またこれを持っていろんなとこ行ってみたいなと思います。はい、ということで今回はお疲れ様でした。カタクチワームとスイミングネゴ玉。
しよ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 し。でかいの来ました。次ここでこのままぐーっと行って惜しい40弱。口閉じの39でした。今日はですね、横浜にやってきてます、横浜の渡辺釣り船店というところで、初のデイアジング、ディープアジングをやってみたいなと思います。なんかね、水深は深くて 30m なんで、いつもやってる水深よりも、まあ、浅いんですけども、いつもと同じ、タックルでやってみて、そこからまあアレンジできる範囲内で、アレンジしながら、アジャストできたらなと思ってます。じゃあ頑張ります。じゃあさて、ダイとやってみたいと思います。まず最初ね、まあ、あの村上天秤、してるんですけども、使うんですけども、上にもう一本、仕掛けを足してます。要は2本針ね、上に、1本足してます。まあ、棚が知りたいのと、それから当たるワームのカラー、少しでも、まあ、早く分かるかなと思って、それでやってみたいと思います。ロッドはですね、プロドモデルなんですけども、青いの、ライトゲームのオフショアのちょっとバージョン違い、ちょっと柔らかいです。ライトゲームライトぐらいの、後ろの方でですね、餌釣りの方がやってます。こういうスタイルらしいです。基本的に、まあ、こちらの乗り合い船、餌がメインなんで、その餌釣り船に乗せてもらうという感じで今のところ、やるそうです。よし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 、来たね。今ポールで食ったね、投げて。まあ今日は人が少ないんで、ちょっと広範囲にできるなと思ってやったらかかりました。よし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 、35ぐらいあるんじゃないですか。どっちの針だ、明日の針だね。よしよし、あ、上がるか、上がる。サもないの。それしかないね。もう上げちゃうわ。上がらん。上がらん。ほんま？よいしょ。あかん、上がる。よいしょ。よいしょ、両径来ました。お、30軽く超える。40。近くあるんじゃないですか。これ最大級ですか、何ですか。思いますか。いやー、釣れましたね。おいおいおい、もう外れとかした。でかいの来ました。初の関東ディープアジング、一発目からいいのが来ましたね。よし、口ここでこのままぐーっといって、惜しい40弱、口閉じの39でした。イエイ。はい、今回の、ディープアジング、まあ、横浜なんですけれども、まあ、用意したタックルの説明をちょっとしますね。基本は竿はですね、この2本、はい、葵のライトゲームオフショア、これはスピニングです。はい、でベイトです。これね、はい、で、まあ、ベイトモデルの方がこのカウンター付きのリールがつくんで、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、なぜスピニングを一応リリースしたかと言いますと、まあ、スピニングの方がドラグ性能がいいので、より細いラインが使える、使いたい時に、使用したりします。例えばイカと一緒にやる時とかね、
はい、細いラインでやったりする時もあるんで、まあまあ、ベッドだけでも大丈夫ですし、まあ、予備の竿として、持っておいた方がいいかもしれないですね。はい、で、新たにですね、今回ちょっと、まあ、試作ロッドを持ってきてます。これはですね、ライトゲームオフショア、この竿の若干細いモデル、まあ柔らかいモデルやね、これブランクス見てもらったらもう分かりますけど、ちょっと細いですよね、一回り、同調子です。はい、今後ね、ちょっと仕掛けを、考えるにあたって、胴付き仕掛けをするんだったら食い込ませ重視がいいかなとということで、ちょっと柔らかいものも今、作ってみてます。まあ、リリースするかどうかちょっといろいろやってみて、考えます。で、このライトゲームオフィシャルのこのロッドの特徴は、バットが割としっかりしてる。はい、で、穂先が柔らかいソリッドです。はい、で、そのソリッドの、穂先としっかりしたバットの間がですね、結構ファーストテーパーでつながってます。で、そうすることによって、まあ、アジングでアクションを加えるときに使いやすいロッド設計になってます。割と、ルアーというかワームがね、さびきやすい、アクションつけやすいように、ファーストテーパーになってます。はい、ただでかいアジが来たときとか、割といなしやすいのは、まあ、同調子の方がいなしやすいかもしれないですね。アクション重視で、一応その乗せ調子の竿もいっぺん作ってみようということで、プロトモデルも今作ってるところです。わかんないけどね、まだ。はい、そんな感じです。で、まず基本的な仕掛けね。はい、こんな感じ。ここに、村上式伊勢天秤、こんなになってます。で、これはですね、誘導の方と固定の方と玉が分かれてるんですけども、誘導の方を上にして、はい、で、こっちがリールノイトやね。リールノイトがこう入ってきます。で、これスルーになってるでしょ、これね。こんな感じになります。で、ビーズを入れてスナップでつける、まあ、スイベルでつけます。こんな感じで、ここからリーダーを取ってね、ジグヘッド、主に軽めのジグヘッド、まあ、これ太軸金針の、これは 0.3g、 もう一つは 0.6g 使うぐらいだと思います。はい、基本、まあ、出てくるアジがでかいんで、太軸金針を使います。言っても海太郎の太軸っていうのはそんなに太くない、いわゆるおかっぱりで使う針よりも若干二回りやね、これ二回り太くしてるだけで、そんな太くはないです。だから触ったらかかります。はい、で、まあ、この天秤に、まあ、どうだろう、水深によるけど8号から、15号ぐらい、まあ、今日は多分水深が、20メーター、25メーターぐらいなので、まあ、15号もあれば十分だと思うんですけど、別に他の重りでもいいんですが、割と長めの重りの方がいいです。で、このハマーキャロロケットの特徴は回らないということと、落ちるときまっすぐ落ちる、で、上げるときもくるくるこういうふうにぶれない、だから、どう言ったらいいかな、しゃくったりしたときに、こうやってね、しゃくったりしたときに、ジグヘッドがスムーズにシュッとこう、さびけます、まあ、これが特徴です。はい、なんでもいいんですけど、割と長めの、進化を使ったらいいんじゃないかなと思います。ちょっと。で、これね、こうなってます。で、ラインが通るのでラインスルーなんで、例えばでかい魚が来た時に重りの重さを引っ張り回されるよりも、重りが止まっててラインだけが進む方が糸切れないんで、で、ここがラインスルーになってる、こんな感じね。はい、こんな状態になります。で、リーダーを返してジグヘッド、これね、こっちが竿ね。で、魚が引っ張るとここがスルーして、まあ、衝撃が緩和されます。はい、こんな感じで、まあ、使う側もね、一世の海太郎から出てる、まあ、スパテラシリーズなんですけども、今回ディープアジングということで割と意識したのがこの2本ね。でも杭が渋かったらどんどん変えます。こちらの方が3インチ、バス用でリリースされたスパテラの3インチです。
割と細身なんですけど、でこちらはですねバルギースパテラ、今年、ディープアジング用に、意識して作ったバームです。はい、リブがね深くて、でまあ張りのあたりが割とボリューミーなのが特徴ね。なぜかこういう形がでかい味好きです。はい、はい、こんな感じです。まあ、これらで、ちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、購入するのは村上式伊勢天秤とシンカーとジグヘッド、あとはラインと、以上で、ディープアジングができると思います。あ、当然サオもね。はい、あのバスロッドでもソリッド穂先のバスロッドやったらいけるんじゃないかなと思うんですけど、まあこれの特徴は割と7フィート8インチといって他社よりも長いんで、仕掛けがね、まあ、取り回ししやすい。はい、こんな感じで、ラインナップしてます。さあバルキースパテラ、では行ってきます。一本針、あんま変わらんのが分かった。よっしゃ、来た。生えた瞬間でしたね。よし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 。まあまあこれもでかいよ。よし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 、あ、よし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 、あ、その前に抜けるわ抜けるわ。よいしょー、生きたー。バルキースパテラ一発やね、びっくりやね。はい、来ましたよ、オッケー。これフォールやから硬いとこかかってるね。完全フォール、中層やね。どういう加減か知らんけど、おっしゃ、来たー。だいぶ中層やね。あ、外れた、外れたね。そこじゃない。仕掛けは2メートルある。2メートルある。の中に針何本ついてるんですか。2本。2本針。今でだいたい70センチから80センチなんで 1.5 メーターぐらいでやってみたいと思います。で、今 0.3 だったのを 0.5、 ちょっとね絡みやすい方向になるんで、ちょっと試してみます。重りが重たいと、重りというかあのジグヘッドが重たいと、このメインの重りにかぶってくるんですよね。だからそれがちょっとどんなんかなと思って、でハリスというかリーダーを 1.25 から 1.5 に上げました。まあそれは潮に乗るようにでね。 1.5 メーターあるねこれね。さあハリス 1.5 メーター、バルキースパテラで当たったんで、それでやってみたいと思います。でこれのクリア系もちょっとあった方がいいね。クリアレインボーも出しておきましょう。やっぱり昼間はクリアかもということで、どっちも出しといて、で一旦クリアでやってみようか。このバルギースパテラはですね、今までのスパテラと違って、太いんだけどリブが深いです。リブが深いんで、太い割にはくねくね動きます。はい、でしかもまあ綺麗に水を噛むんで、まあ別物と思ってもらったらいいと思います。はい、下から4メーター歩いてましたね。でももっと上で食うてんねんけどな。これで4メーター上で、ハリスが、1.5 メーターなんで 2.5 メーターやね、そこから。
今回ねちょっと準備してきたのが、まあメインになるのがどこか分かんないんで、どの辺りのワームかが分からないんで、まあ2インチも持ってきてるんですけど、まあ、一番今回持ってきた中で小さいのがこの、持ってきた中で使用する、ハーバーの中で小さめがこの 2.5 インチスパテラね。でこのちょっと派手なカラー、ラメのたくさん入ってるカラーは、平場に、まあ、装着するようなイメージで作った平場トレーラーね、形は一緒です。スパテラの 2.5 インチです。で、それからこれがスパテラの3インチ。割と長いタイプですよね。で、これが新しく出たバルキースパテラ。太くて短いです。でスパテラの3インチの、テールよりも小さくて、 2.5 インチよりも大きくて、でスパテラの3インチよりも、このテールの付け根も細くて、この3インチよりもボディは太い、こういう感じです。強くディープアジングを意識したワームになってます。でこの特徴があるのはここのリブの部分ね、はい、深く刻まれたリブで、太いんだけど、まあ、口の中にスパッと入りやすい、こうフレックスやね、フレキシブルなボディを持ってます。で見た目はボリューミー、はい、でそれに加えてちょっとこのガメシャット、ガシラメバルシャットやね、ガメシャットも用意してきてます。こんな感じ、はい、これをですね、村上天秤、村上式伊勢天秤に装着して、リーダーを設けて、その先のジグヘッドにつけて使います。今ちょっとロングリーダーにしてます。 1.5m、 いろいろ考えます。はい、トラブってないんでこのまま行きます。だいぶ長いです。まあ、これ餌釣りの仕掛けのまんま、イメージでやりました。水深が浅いんで、まあアピールさせやすいように、で先からホールで食うてるんで、重りからちょっと離してみようと思って、釣れてるな、当たらんな、ひょいと当たんのかな。やっぱりあの後ろでやっていこうか。わかんな、当たるな。あっしゃ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 、20m。 あっしゃ、久しぶりじゃ。さあどっちに来たやろ。よいしょ、おっと、シルキーシャットに来ました。えい、オッケー、あ、落ちた、あ、よかった、よかったね、はい、はい、オッケー、よし、頑張るぞ。 21m、下から3m。 よっしゃよっしゃ、今誘いに乗ったね。今のは気持ちよかったね。よし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 、そんな大きくない。よいしょー、いっ、やっと追加。オッケー、うわー、ごく打てます。グロー、あの昼のグローはね、どちらかというとその白やね、イメージ的にはその光らすというよりも、はい、とりあえずちょっとだけ大きめに落として、あの仕掛けが絡まんようにします。で今使っているのが重り12号で、水深が 20m、 25m、 一旦そこに続けて
で、そこから巻き上げます。で、先からね、当たっているのが22メーターぐらいだから、そこから3メーターぐらい上げたところから25メーターぐらいのところで何か反応するのね。で、多分餌と違って、まあ昼間のせいなんかなんか分かんないですけど、分からない、ごめん、よいしょ、おーしよ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 し、なんかね、昼間のせいなんか分からないんですけど、ちょっとね、リアクション系のアクションをさした方が今日はいいんかな。待ってたら釣れ、よし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 、よいしょ、はい、でかかった、イエーイ、 OK、 さあどんどん行こう、行きます。今のは止めててくれたね、そんなにリアクションでも何でもなかった。23メーターからここからね、ちょっとこうしゃぐるとさっき当たったんやけどね、だからどうやろう、20センチぐらい上にスッと上がる時に追いかけてくるような感じ。やっぱ餌と違ってね、多分あのちょっとした違和感で追いかけるのやめてる感じだよね。これがよう食う時やったらもっと簡単に食ってくれんやろね。あの水の中に漂ってるものとりあえず口にする状態やったらいいねんけど、今日はちゃう感じだから、とりあえず20メーターのところで一回しゃくってあかんかったら落とす。今来たんが、スパテラの 2.5 インチ、カラーはチャートレインボー。もう昼でも夜でもとにかくチャートレインボーは絶対いるね、絶対いる。岸からだろうが船からだろうが、でそこにもうちょっとあの濃い色足していく感じ。今年出た、ライムシャットグローだとか、あともうちょっと弱い、オキアミグロー、オレンジやね。んで強い色としたらグロー、真っ白ほとんど。よっしゃー、今のリアクションやね、完璧に。よっしゃー、今のリアクションやね、完璧に。 20m でちょい誘いで口にスッと入ってくれた。こっちやっぱ巻き効いてるな、確実に。よし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 、よいしょ。お、久しぶりにいい感じになってきたぞ。2連ちゃん。はい、リアクションで食ったせいか口の中にちゃんとジグヘッドが入ってます。はい、OK。今日ね、ディープアジングといっても、この横浜は30メーターないぐらい。だから25メーターで今やってるんですけど、なので、いつもやってる60メーターと違ってちょっとどういう点かな、釣る幅が狭いと思うんですよね。で、まあ当たりもはっきり分かると思うんで、リーダーを長くしてます。いろいろやったんですけど、多分短くてもいいかもしれないんですが、細いラインでリーダーを長くして、そのまあナチュラルに漂うように、今日はしてます。だからこれ杭がね、いい時と悪い時とあると思うんですよ。で、僕まあ今回初めてで、今日がどういう日なのかよくわからないんですけど、あの船も揺れるし、だから浅いところで船も揺れることはジグヘッドも不安定になると思うんですよね。で、それをまあ長竿プラス、長リーダーで、ジグヘッドはあのこなしてギクシャクしないように、そこでしっかり、あ、そこというか、中層でしっかり漂ってるように、あの 船の動きに対して重りがこうやって動いちゃうんですけど、それにあの同調せずにジグヘッド単体はふんわりふわ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 してるように、ちょっと心がけてます。ちょっと再現性ある釣りが見つかったんじゃない。基本やっぱり餌よりルアーは劣るんで、いかにそれを口に入れるか。
っしゃめっけた。ちょっとでかい。よか。引くよ、引くだけか。あ、でかい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 。よいしょー。よいしょ。お、両引きだね。あれ、あれ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 。35あるな。よっしゃ、見つけた。やりましたね。やったりました。目ん玉でかいね、ここのやつね。明石あたりでめくりって言ってるやつに近いのかな。目ん玉くりくりでめくり、あと地面をめくるからめくり、で焼いた時に皮がめくれるからめくり、諸説あり。うん、なんかボトムに入ってくがってんのをめくるからとかって思いますかね。 OK、前半ね、胴突きだとか、天秤プラス1本枝張りだとかいろいろやったんですけど、とりあえず 1.5m のリーダーの村上天秤、 1.5m のリーダー、それからその先にジグヘッド、これはですね、いつもはね 0.3g 使うんですけど、これは 0.6g、 もう一個大きい方で、バルキースパテラの、チャートレインボー、こんな感じで。チャートレインボーっていうのはグローなんだけど、もう薄いグローなんですよね。で見た感じこんなチャートです。だから、まあ、紫外線をよく反射するカラーやと思います。自分でも発光するんですけど、まあ、それよりも紫外線の反射っていうイメージでチャートを使ってます。だから光るというよりもそのカラーで食わしてる感じ。はい。でシンカーはハマキャロロケットの12号で、絡まないようにちょっと前に投げて落としていきます。でハマキャロロケットは落ちていくときに回らないんで、例えば方向重りも回らない方向なんですけど、それよりも回らないで、巻き上げたときとかしゃくったときにも、ちびらない、こうやってね。で今3連発した釣り方なんですけど、 25m からだいたい 3m、4m、5m ぐらい浮かすんですね。ゆっくりゆっくりゆっくり動かして、多分寄ってきてるか意識してるか、遠くで見てるのか分かんないですけど、何も触ってないです。この 20m ぐらいのところでキュッてこう早く動かすのね。そうするとスッと逃げたやつパクって食ってるようなイメージです。どれぐらいのスピードでどれぐらいの距離を追いかけてきたかちょっと分かんないんですけど、前当たりがあるわけじゃなくて急に当たる。だから 25m から 20m の間に2回ぐらいしゃくることできるかな。1回でまた 2.5m ぐらい動かして、リール1回転半回転、今これね、はい、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、はい、止まりました。でここから1回、2回、3回ぐらいで、これで、そこにワームがある状態で、巻いて巻いて巻いて、この辺りから食うねんね。だいたい 3m ぐらい上がったところからで、ここでしゃくる。しゃくる、あかんかったら落とす。今、ワームはボトム、ここから船に体を同調させながら穂先なるべく動かさんように、
21m、20m、この辺りでシュッてこうやってリトリーブスピードを速くしてしゃくる感じね、こうやってこれで 2連、3連発したんですけど、こんなもんかな。群れの時に3発釣れましたね、よかったね。はい、巻いて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 、例えばこのね、巻き上げるスピードも速い方がいいかもしれへんよね。よっしゃー、もう速い方がいいかもしれへんね。よっしゃー、 20m、21m やね。ええ感じで今入ってたね。止めてた時やけど、そんな大きくない。22センチ。よいしょ。はい。これ余計で。はい、釣れました。オッケー。はい。あ、よかったね、今の。終わり終了。よっしゃ、とりあえず終わりました。だいたい7時から11時8、9、10、11、4時間やね。4時間の釣りで、とりあえずなんとかなんとかものにできた。6匹か6、7、6、7やな。はい、7つ釣れました。とりあえずね、また来たいなと思います。なんとか形になりましたね。ロングリーダー天秤仕掛けが良かったみたいです。はい、お疲れ様でした。